TBS 吉本西川家の今日もささっと満腹ご飯。皆さんこんにちは。西川家の今日もささっと満腹ご飯のお時間です。今日もお料理作りますのは西川家の長女西川かの子です。よろしくお願いします。さあ今日はうちのヘレンさん大好物イチジクを使います。ということで今日はこちらです。和歌山は道の駅串柿の里さんから送っていただきましたイチジク。もう本当にあの季節一瞬ですからね、皆さんに楽しんでいただきたいと思いまして、まあ、もちろんこのまま食べても美味しいんですけど、今日は白和えにしようと思ってますが、ちょっと違った白和えなので楽しみにしてください。ではイチジク切っていきたいと思います。いや今日もまた立派なイチジク来たよ。うちは母と忠さんがイチジクが大好きで、普通はやっぱりそのままフルーツとして食べるんですけど、結構天ぷらとかあと揚げ出しとか美味しいんですよね。揚げ出しにしてなんかちょっとごまだれかけて食べるとかも美味しいから、切ったイチジクをちょっと電子レンジで甘みも出したいので1分ほど加熱します。白和えにするのでしっかりと水を切ったお豆腐を用意してください。で本当はまあすりこぎとかでやるのがあのいいんでしょうけど、もうそんなのはいいです。すり鉢とすりこぎって家で使ったらね、もう洗うの大変なんですよね本当に。チュッチュッチュッてしたら全然、お豆腐ですからちょっとぐらい洗っても構わないって言ったらお母さんに怒られるんやろ、私見てるけどあなたちょっと雑よねって言われたりします。でもね、家でねそんなね丁寧にやらないよねっていうとこで、ここにお砂糖を入れます。で少し西川家甘いので甘めに作ります。お砂糖とまず合わせたので、でここにごまペーストちょっと入れます。で少しね甘めに濃いめに作っても、イチジクを口に入れて噛んでるとイチジクの水分が出てくるんで、それでちょうどになります。だからちょっとここであ濃くなっちゃったと思ってもそんなにあの慌てないでください。大丈夫、今回失敗したな思ったら次うまいこと言ったらいいんで、あの日々練習やと思ってやってください。全然大丈夫です。こんな感じでまだちょっと全然水分がない感じですけど大丈夫です。で本当にみりんとかお醤油はお好みで香り付け程度、甘みをちょっと引き立てる程度に使ってください。うちいつも西川家あの冷蔵庫開けるとお出汁入ってるんで、ちょっと硬いかなと思ったらお出汁で薄めてもらってもいいですし、ここにクリームチーズと生ハムがあるのでこれも一緒に入れちゃいます。これがねまたねあの和と洋の間みたいになって、西川ヘレンスタイルになるわけですよ。でそこに生ハムもちょっとちぎりながらね、大きいの口に入っちゃうと結構塩辛くなるので、ここに先ほどのチンをしました、ふんわり温まる程度です。あ、いい香りがします。ちょっと崩れるか崩れないか程度のざっくりあえで、これだとお父さんは日本酒、お母さんはワイン、かなこちゃんはビールみたいな感じで、さあ簡単イチジクの白和えの出来上がりです。BS 吉本